箱根登山デパートは神奈川県小田原市にあった日本の百貨店である。本校では同百貨店が業態転換した専門店ビル、箱根登山、ベルジュ、また跡地に建設された登山イーストについても述べる。箱根登山鉄道が運営していた路面電車小田原市内線の小田原駅の跡地に1959年10月に箱根登山デパートとして開業し、 小田原市内初の百貨店となったのが始まりである。1965年には、売り場面積3242平方メートルで、売上高13.8億円を上げ、売り場面積1490平方メートルで、売上高12.7億円だった志澤をしのぐ、小田原市の地域一番店となっていたが、業績不振のため1980年に、専門店ビルの箱根登山、 ベルジュに業態転換をして、百貨店としての歴史に終止符を打った。箱根登山、ベルジュに業態転換をした後の1988年には33店舗が入居して、売上高約21億円を上げたが、郊外型の大型商業施設が多数進出した影響を受けて1993年以降は、売上が減少していった。 1998年には1階の改装を行うとともに新規の専門店を導入するなど手こ入れを図ったが店舗周辺の大型商業施設の閉鎖が相次いだことで立地する小田原駅東口地区の集客力が低下するなどしたため2011年度は15店舗で売上高約5.2億円に落ち込んだこのように売上が減少し続け建物の老朽化も 著しいことから2012年9月26日に箱根登山鉄道は本施設を閉店すると発表し2013年3月31日に閉店となった2013年12月に解体工事が行われたその時点でも新施設の内容は決まっていなかったが2014年11月5日に箱根登山鉄道が飲食 サービスの店舗を中心とした低層の商業施設を2015年1月に着工する計画を発表した。後地に地下1階、地上4階建てのベイ面積約1 9 5 0平方メートルの建物を建設し、カフェや飲食店などが入居する登山イーストが2015年11月27日に開業。登山イーストの開業時には、1階には、 箱根登山デパートの杭であった松材を加工した灯籠や路面電車駅跡地であることを記した名板などが設置された。ありがとうございます。